ごきげんよう、ゲーム実況者の北です。新信長の野望をやっていきたいと思います。今回のテーマはですね、鈴木重秀の回復謹慎が刺さるのは島津家久だけっぽいよということでお話ししていきたいと思います。それではですね、結論ということでお話していきたいと思います。現在ですね、回復系武将としましては立花銀千代、お市、ねね、SR 武将としまして井伊直虎、出雲の奥に、発動条件ありで島津家久が実装されています。第3ターンから2ターンおきに発動する回復なのですが、鈴木重秀の恩義発動対象ターンとは重複しないため正常に回復します。なぜそうなってしまうのかということなのですが、この鈴木重秀の奥義なのですが、予備動作のあるタイプでして、3ターン目に付与して4ターン目に発動するからです。鈴木重秀の回復禁止が影響のある武将としましては、島津家久の回復となります。島津家久の回復なのですが、偶数ターンに必ず発動すると仮定しても、30ターンで15回中5回妨害される可能性がある程度の発動となります。つまりですね、鈴木重秀の奥義なのですが、治癒禁止効果は脅威とまでは言えないのですが、通常攻撃ダメージはめちゃくちゃ痛いですね。ランダムで3部隊で無凸で 42.33% ということで、とても痛いですので、優先的に編成できる優秀な武将であると言えると思います。それではですね、奥義ということで見ていきたいと思います。こちらですね、まあ必殺奥義ということで見ていきます。第3ターンから2ターン大きいランダムで3部隊に対して無凸でですね、 32.33% の通常攻撃ダメージを与え、 30% の確率でこれらの部隊に中禁止効果を付与し、一旦継続するというものになります。それではですね、お市の奥義ということで見ていきたいと思います。第3ターンから2ターンおきに味方の兵力パーセントが最低の部隊に最大兵力の無凸で 3.33% を回復させ、現在部隊の防御力の 100% に等しい兵力を追加回復させ、同部隊の防御力を 17.33%上昇させ、これを一旦継続するというものとなります。それではですね、奥義の使用ということで回復から見ていきたいと思います。第3ターンからですね、2ターンおきにということですので、3、6、9、12という形でですね、3ターンごとに発動して兵力を回復するものとなります。それではですね、戦闘データということで実際どういう感じで回復しているか見てみたいと思います。戦闘詳細ということで第3ターンです。お市が奥義発動していまして、242の兵力回復していますね。他にもですね、発動ターンが同じの立花銀千代であるとかですね、ネネなんかも回復しています。それでは続きまして、回復ということで島津家久見ていきたいと思います。恩義効果はですね、このような感じとなっています。発動ターンはですね、偶数ターンということで2、4、6、8、10という形でですね、発動していきます。回復の発動条件としまして、兵力 50% 未満というふうになっています。無凸でですね、 3.6% 回復となります。それではですね、こちらも戦闘詳細ということで実際どういう感じで回復しているのか確認してみたいと思います。島津家久ということで恩義発動しています。敵槍兵首相の 6% 防御吸収されたというものの他にですね、攻撃力上昇効果ということで、発動者の部隊の現兵力が 50% 以下のために効果がですね、無効となっています。その代わりですね、兵力回復の方が 50% 以下のために発動しています。島津義弘隊の391の兵力を回復ということで出ています。ということで、島津家久の恩義をまとめますと、偶数ターンの時にですね、防御力の吸収効果とともに兵力によってですね、多さによって恩義効果が分かれてくるものとなります。 50% 以上の場合はですね、部隊の攻撃力を上げて、低ければですね、兵力を回復するという感じで分かれていきます。それでは続きまして、鈴木重秀ということで治癒禁止効果ですね、こちら見ていきたいと思います。鈴木重秀ですね、ユキタはちょっと未所持ですので、まだちょっとゲットできていませんので、敵のデータね、見ていこうかなと思います。それではですね、戦闘詳細ということで第3ターン見ていきたいと思います。鈴木重秀がですね、奥義発動しています。確率系のですね、中禁止効果ということで2部隊は外しましたが、鍋島直重隊にですね、中禁止効果獲得ということで、過去予備ということでデバフ入っています。ですが、この状態はまだ予備の段階でですね、中禁止効果自体は発動していませんので、同じターンのですね、鍋島直重隊に所属する回復系の武将なのですが、立花銀千はですね、無事回復発動しています。また同じ部隊にいるネネもですね、無事回復効果として発動しています。
じゃあ鈴木重秀の中近視効果なのですが、いつ発動するのかということなのですが、第4ターン目に発動します。こちら第4ターンということで見ていきたいと思います。鍋島直重隊はですね、鈴木重秀の奥義の治癒禁止効果のために治癒が禁止ということで、第4ターン目にですね、治癒が禁止される効果が発動するというものになります。ですので奥義効果として表記されているものと発動ターンがですね、1ターンずれるということになります。ですので具体的な発動ターンとしましては、4、7、10、13ということで、3ターンごとに発動して兵力を回復する奥義とですね、1ターンずつ噛み合わないということになります。このような感じでですね、奥義効果としまして、予備動作のある奥義というものがあります。他にですね、予備動作のある奥義はどういうものがあるのかということなのですが、混乱とか威圧とか動揺なんかもですね、同様に予備ということで発動ターンが一旦ずれていきます。まあ、具体的な武将ということで、ちょっとだけピックアップしてみますと、例えば秀吉ですね、こういうの混乱なんかもですね、予備動作ということで発動ターン一旦ずれていきます。他はですね、武田信玄なんかもそうですね、同様ということで、こちらもですね、一旦ずれます。あとはですね、伊達政宗なんかもそうですね。それではね、関連ということで、島津義久の重傷というところも見ていきたいと思います。奥義効果はこちらですね、偶数ターンの時にですね、ランダム敵部隊の防御力を下げる効果とですね、確率で兵力パーセントの最も低い敵部隊に重傷効果を与え、回復効果を半減ということとなります。こちら偶数発動ということですので、2、4、6、8、10という感じでですね、発動していきます。それではですね、島津義久の恩義はどういうふうに発動していけるのかということをちょっと詳しく見ていきたいと思います。と思ったら一旦で終わってた。今度は見らんねえな。偶数単位ですね、恩義効果発動しています。防御力 24% 低下とともにですね、敵部隊にですね、重傷効果ということで治療効果半減効果入っています。こちらはですね、予備動作がなくてですね、即発動となります。つまり表記のある通り、偶数にですね、効果が発動するものとなります。じゃあ試しにですね、第7ターンがどうなっているのかということなのですが、重症効果を受けていますが消失しましたということで、第7ターンには発動しないですね。要は偶数ターンの次ですね、奇数ターンには発動しないです。30ターンあればですね、10回中5回ですね、お市などの回復系奥義を妨害できる可能性のある奥義効果となります。しかしですね、対象が1部隊であるという点とかですね、貫突でも確率が 75% までしか上がらないという点を考慮しますと、実用性はですね、そこまで高くはないかなというところです。続きまして、こちらもですね、回復に関連ということで、羽鳥半蔵を見ていきたいと思います。限定の忍者となります。恩義効果としましては、偶数の場合それぞれの攻撃の最高防御低下に対して通常攻撃ダメージを与えるとあります。それ以外にもですね、服部半蔵の部隊に忍者部隊がいる場合には、攻撃目標に重傷効果を付与し、2ターンの間回復効果を半減するとあります。ということはですね、偶数発動ですので、2、4、6、8、10というふうに発動していきますね。で、2ターン継続ですので、2、3、4、5、6、7、8、9、10というふうに発動するのではということになりますので、ずっと効果あるやつじゃねということになります。もし入手してですね、忍者部隊編成できれば、現在の使用率上位に位置する回復系武将にですね、特攻できるヤバい武将の可能性があるのかなと思います。それではですね、回復に関連しているということで、服部半蔵ですね、もう少し詳しく見ていきたいかなと思います。まずは使用率なのですが、舞踏会ですね、上位100人を調査してみました。調査した段階ではですね、忍者の使用者はですね、4名いました。しかしですね、服部半蔵使用者は0人でした。お市の使用者はですね、45人ということで 45% となります。同じくですね、ネネの場合はですね、もうちょっと高くてですね、53人ですね、まあ 53% となります。立花銀千代の場合はですね、先方としての使用者がですね、12人ということで 12% ですね。参謀使用者もですね、2名いましたので、14名ということで、まあ 14% くらいの使用率となります。何らかの回復武将が入っている可能性としてはですね、 50% 以上あるということになります。それではですね、服部半蔵に話を戻しまして、入手方法ですね、そもそも服部半蔵どこで手に入るのかということです。こちらですね、ガチャではないんですよね。実はですね、特権の方で入手できます。特権の12のここですね、こちらです。現在はですね、特権のこちらでのみ入手可能となっています。
特権12とですね、13と14ですね、15ということで、トータル120かけらですね、3体入手できる可能性があるということです。ですので、現在ですね、もうめちゃくちゃもう課金してますという人でもですね、2凸にしかならないですね。ですので、貫凸まで余裕があるということで、他に入手方法あるんじゃないかなというふうに私は思っています。もしガチャに追加されたらということでお話していきたいと思いますね。先ほどのですね、舞踏会上位100人の調査結果もあるようにですね、回復を編成してない舞台は少ないために、服部半蔵のですね、汎用性がめちゃくちゃ高いかなと思います。もしですね、入手機会があるようでしたら、忍者舞台の運用を検討した方がいいレベルかなと思います。まあ、ですが、メイン運用かサブ運用かはですね、まあ、手持ちの武将によるかなというところですね。現在ですね、忍者舞台運用中、もしくはですね、忍者運用してもいいかなと思っている方は、もしガチャに追加されたらですね、多少無理してでも引いておきたい優秀な武将かなと思っています。まあ、ガチャに追加されない可能性の方がですね、高いとは思いますが。はい、ということで今回はですね、鈴木重秀の回復禁止が刺さるのはですね、島津家久だけっぽいよということでお話ししました。後半ですね、回復関連ということで服部半蔵の方にですね、少し話が逸れてしまいましたが、動画ご視聴ありがとうございます。少しでも参考になれば幸いです。いつもですね、フォローとかいいねありがとうございます。現在叶えたい夢がありまして、配信者として活動しており、とてもですね、励みとなっています。今後もですね、新信長の野望を投稿していきますので、チャンネル登録とかですね、高評価よろしくお願いします。